今回のもみじ中継2021は地元東村山の北山公園に久しぶりにやってまいりました。ちょうどですね、いい感じに色づいている木があります。ただここの木はそんなに赤くなるのがないのかな、まあ、全体としてもこんな感じでね。でこの池には冬場になるとマガモとかがやってくるんですけど、まだ時期的に早いのかもしれなくて、カルガモもねいたりするんですけど、残念ながら見当たりません。梅雨時のシーズンには見事な菖蒲のね花をこちらでもご紹介させていただきましたが、ちょうど今もう枯れちゃってるんでね。この周辺ヒヨドリが多いんですかね。ピーピーというヒヨドリの鳴き声が非常に目立ちます。北山公園自体の木はさほどね数は多くないんですが、この裏がこの西武沿線の線路を挟んで向こう側がトトロの森の八国山緑地です。ここもねあまり赤くなる木はないんですが、黄色く色づいた木はね結構あります。この木もですね、3月に桜中継2021でご紹介させていただいたしだれ桜です。こんなものがあったのは全然気がつきませんでした。もうあれから早くも8ヶ月になるんですね。また年が明けてあと4ヶ月ほどするとまたこの桜にも花が咲くんでしょうね。まあ、今北山公園東村山駅側から逆方向、あちらの小学校が北山小学校でしたかね、そちら方面に向かって歩いているんですが、まあ、池のところの木がね非常に鮮やかで綺麗だなと、まあ、ただそれ以外はね、まあ、桜が多かったりするのでもう全然葉っぱがなかったり、あとは赤くなる木がね先ほども申し上げましたがそんなに数多く、もみじというカエデの葉っぱですかね、それは少ないのかなというところですね。こちらになると八国山緑地なのでだいぶこの奥深くまで森の中に入ります。どんぐりとかが多いんですよね。文字通りトトロが住んでいたことになっている森です。一時期ですね、あの西武鉄道でこの八国山とか狭山湖周辺の森をアッハの森と名付けてこうアピールしようとされてたんですが、いつの間にかそういうアッハの森という名称もですね全く聞かなくなりました。ちょっと場所は違うんですけど、本川越の駅についても時の鐘と蔵の町という副駅名がついているんですが、それもね今字としては見かけることはあっても全然アナウンスとかで紹介されませんので、そういうのもなんか残念ですね。西武沿線の電車が
20分に1本、平日昼間はですね、東村山と西武園の間を行ったり来たりするだけの線路なんですが、以前はこちらにも赤電という電車が運用で入ってたんですが、今全然見かけません。近くの幼稚園か保育園の方もね、お散歩にやって来られたり、まあ、平日の朝の早い時間帯なんですけども、非常にまったりとした空気が漂っております。こちらの方に抜けるとね、しばらく先に西武園の駅があったりいたしますが、まあ、公園としてはこんな感じでございます。北山公園はね、何回かご紹介させていただいていて、私が住んでいるところからもさほど遠くありませんので、ちょっとね、駅まで行くまでの遠回りにして、まあ今日もそうなんですけど、仕事行く前にね、寄って遠くのね、特別な景色というのもいいんですけど、普段生活している中のすぐ隣にあるこういう身近なもみじというのもね、非常によろしいんじゃないでしょうか。おそらく皆様のお近くにもですね、何気なく気がついていないだけで、実は綺麗な場所というのもあったりいたします。日々の暮らしの中でね、何気なくやり過ごすんじゃなく、ちょっと何か違うんじゃないかみたいな間違い探しをされるとですね、結構楽しいですよ。改めて、北山公園、八国山緑地の木々をバックに、で今回のもみじ中継2021、地元東村山の北山公園からお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録やグッドボタン、またツイッターなど SNS への転載共有などもぜひよろしくお願いいたします。